皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回はあの話題の銀河のラバーの太陽と相性のいいラケットを探してみました。よろしくお願いします。はい、ではまずラケットの方の紹介をしたいと思います。まあ、こちら後ろに全部ラケットが並んでるんですけど、一番こっち側から徐々に弾む部類になっている形になるんですが、1本ずつ紹介をしたいと思います。まずは一番端っこの1本目の5枚合板の、基本的なラケット、コルベルです。2本目は、まあ、うちのお店でおなじみのマリンエキストロフェンシブです。これは5枚合板の中でも弾む部類のラケットです。で、3本目のラケットはこちら、ルーチスというラケットです。これは特殊素材なんですが、極薄のカーボンの入ったラケットになります。で、こちらがインナーホースの GL ファイバーという特殊素材の入ったラケットです。で、こちらが7枚合板の中でも、まあ、標準的なクリッパーウッドです。はい、で、こちらが7枚合板の中でも弾む部類の SK7 というラケットです。今度はアンドロのスーパーセルというラケットです。これはカーボンも入っている特殊素材入りのラケットです。これは内側にカーボンが入り込んでいる、まあ、インナーっぽいような感じのカーボンラケットです。遺跡カーボンというラケットです。こちらはビスカリアというラケットです。これは普通のアリレートカーボンのラケットになります。はい、こちらはキモモボルの GL カーボンですねになります。で、最後にこちらシュラガー、こちらは普通のカーボンの普通の太めの特殊素材に入ったカーボンです。以上、このラケットを使って太陽のシダの方をやっていきたいと思います。では今コルベルでシダーしたんですけど、まあ、私自身中国系の粘着ラバー使ってるんで、粘着系ラバーのユーザーの私からするとすごく使いやすく感じました。で、球をこう持つ感覚がすごいあるので、回転もしっかりかかりますし、想像していた以上に球が速かったです。まあ、当たった瞬間そんなに速くないんですけど、この回転量がグッて多いってことで伸びる、で、相手コートの時に速いっていう特徴のラケットでした。正直そんな期待してなかったんですけど、飛ぶラケットを売りにしてただけあったんですが、ちょっとびっくりしました。これはかなりいいですね。コルベルとの相性はすごく良かったです。ですけどパートナーをしてもらったソヤ君はこのコルベルはあまり合わなかったみたいでした。彼はハイテンションのラバーを普段使ってるんですけど、そのユーザーからしたら
やっぱりちょっと弾みが足りないということで、あの物足りなさを感じていました。なので粘着系を使ってる人だったら、こういう5枚の弾まないラケットっていうか、まあ適度なラケットなんですが、こういうラケットでも使えていいんじゃないかなと思います。では今マリンエキストラフェンシブので試合させてもらったんですが、私自身は先ほどのコルベルよりかはスピードがある、そして、5枚5番なのでやっぱりしなりもあるんですよね。で先ほどのコルベルはコントロール重視だとすると、これはコントロールとスピードのバランスがもっと良くなったんじゃないかなと思います。私自身もこちらの方が威力が出たと感じましたし、安定性も、まあ、少しちょっと落ちたかなっていう感じぐらいで、それ以上のスピードアップを感じました。なので5枚5番と相性がいいっていうのが正直なところちょっとびっくりしてます。で、ハイテンションラバーユーザーのソヤ君は、まあ、ちょっと弾みにはまだ若干不満があるんですが、コルベルに比べたら良くなったと、感触はいいと言っていました。いきます。はい、では3本目のラケット、こちらルーチス極薄のカーボンの板の薄いラケットです。でこちらのラケットで仕出した感じはですね、もう少し弾みが欲しいかなと思いました。でちょっとラケット硬い感じがしたんで、硬くて弾みが適度な打球感っていうのが好きな方にはおすすめできるんではないかなと思います。自分はちょっともうちょっと飛んでほしいかなっていうのが正直ありました。でテンションラバーのユーザーのソヤ君も、もうちょっと弾みが欲しいっていうことを言ってました。カーボンならもうちょっと硬く飛んでほしかったっていうことですね。まあ、多分太陽じゃなかったら多分すごい合うラケットではないかなと思います。ハイテンションラバーとか普通のぶっ飛び系のテンションラバーとはすごい相性が良さそうに思います。はい、
はい、じゃあこちらインナーホースの GL ファイバーの方を使用した感想なんですけど、まあ、私自身は飛ぶっていうのを感じました。今までの紹介したラケットの中では一番飛ぶと思います。で、ちょっと球が軽い感じが個人的にはしました。ですけど扱いやすさ、この、まあ、インナーファイバーで GL ファイバーってことなんで、食い込みの良さもすごいあるんで、まあ、扱いやすさとスピード感っていうのがあるんで、なかなかいい組み合わせではないかなと思います。で、ハイテンションラバーのユーザーのソヤ君にも使ってもらったんですけど、彼の場合は回転がかかると言っていました。で、私はあまり球が軽いって言ってたんですけど、多分その2人の差っていうのは多分、まあ、ハイテンションラバーのユーザーの方に多いのは食い込ませって打つっていうことをやってると思います。で、私は粘着ラバーユーザーなのでこすって打つ、その多分違いだと思います。なのでこのラケットで食い込ませって打てば、打つことができたら多分そのスピード感と安定と回転力を結構高いバランスで維持できて打てるんではないでしょうか。では今のはクリッパーウッド、こちら7枚合板の、まあ、7枚合板の中では適度な弾みのラケットで試打しました。で、はっきり言ってすごい相性いいと思います。今までの中で一番スピードが出てて、で回転もかかる、で掴む感覚も持ってるということで、自分の中ではかなりいい組み合わせではないかなと思います。で、パートナーのソヤ君もこのラケットをすごい持つ感覚があっていいと言っていました。ではこちら今やったのは SK7 になります。これは7枚合板の中でも弾む部類のラケットです。で、私自身これはかなりよく感じました。スピード感もある、パワーもある、で弾みながらなぜか持つ感覚も一緒に揃えてるという結構高性能なラケット、太陽とすごいバッチリで、これパートナーのソヤ君も同じような意見で、2人でかなり高い評価終えたラケットですね。まあガンガンに攻撃するスタイルには多分すごいいいですね。7枚合板のラケットです。
はい、では今のラケットはこちらスーパーセルというアンドロのラケットです。こちらのラケットは特殊素材のカーボン入りのラケットです。まあ、詳しくはちょっとわからないんですけど、とりあえずカーボンが入っているラケットということになります。で、個人的にはすごい良かったっていうのが印象ですね。第一印象ですね。ラケット自体の重量がかなり軽いので振り抜きがいい。そしてカーボンの硬さを感じない。でそして飛ぶっていうことでドライブも伸びるし、力なく振ることができました。なので私自身はかなり好感触なラケットになります。ですがテンションラバーユーザーのソヤ君からしたら回転があまりかからない、使いやすいけど回転がかからないと言っていました。多分それは食い込ませて打つとあまり向いて、あ、まあ、食い込ます打ち方にあまり合ってないのかもしれません。よし、行きます。スイカも今のはこちらの遺跡カーボンというラケットになります。こちらのラケットはカーボンが内側に入っているタイプのラケットなんですが、私自身今のところ紹介した中では一番飛ぶラケットと感じました。ですけど内側に入っているってこともあって球を持てる感覚がすごいありました。なのでこれは力なくいい球がいくっていうラケットですね。すごい感触が良かったです。でテンションラバーのユーザーの宗谷君も使ってみたんですけど、使い勝手がいい。でボールが落ちる気がしないって、それぐらい飛距離が出やすいラケットだと思います。今のラケットはこちらのビスカリアというラケットになります。こちらはアリレートカーボンのラケットです。今まで紹介したラケットの中では一番硬いラケットになります。もう私自身このビスカリアと太陽を実際使って試合とか出させてもらってるんですけど、まあ、特殊素材の中でも一番相性がいいんではないかなと思います。少しちょっと弾みすぎるかもしれないですけど、すごい相性のいいと感じるラケットです。でテンションラバーユーザーのソヤ君もちょっと少し飛びすぎるけどいいと言っていました。はい、いきます。
ではこちらティモボル GL カーボンというのを今使わせてもらいました。で私自身あの粘着ラバーユーザーからしての使った感想を言いますと、すごい直線的に球が飛びます。今までのラケットの中では比べ物にならないほどまっすぐボールが飛んできます。なのでそのまっすぐボールが飛ぶ感覚が、好きな人にはすごいいいと思います。なのでボールを山なりに入れたい方とか安定重視する方にはちょっと難しいラケットではないかなと思いました。ですけど入る球は威力抜群です。でテンションラバーユーザーの諏訪くんもちょっとまっすぐ飛びすぎてネットミスしてしまうということを言っていました。なのでこれを扱うにはちょっと上級者向きなのかなと思います。はい、では今の試打したラケットはこちらです。シュラガーというラケットになります。こちらは板厚でカーボンが普通に入ってるぶっ飛びのラケットです。ぶっ飛びのラケットなんですけど思ったより弾みませんでした。ちょっとラケットが硬すぎるのかなと思います。柔らかめのテンションラバーと貼ると多分相性いいんではないかなと思いますね。太陽だとちょっとネットミスを繰り返してしまったりボールが硬すぎラケットが硬すぎて失速してしまい相手コート行った時には球そんなに速くなかったですね。なのでこれはちょっと扱いが難しいラケットだと私は思いました。でテンションラバーユーザーの曽谷くんも同様の意見でちょっと使いにくくてあまり飛ばないという意見がありました。なのでこのラケットで扱えるのは本当に上級者が使えるのかなっていう疑問形ぐらいな感じですね。ということになります。はい。はい。では11種類のシダが終わりました。で、こちらの11種類の中で私と曽谷くんが一番良かったと思うラケットはこちらのラケットになります。7枚合板のラケット SK7 です。こちらは自分も曽谷くんも二人とも意見が一致してとてもいいという感触を得たので、まあ一番とさせていただきました。で最初は太陽は特殊素材専用ということを歌っていたのですが、7枚合板とも相性がいいということを教えていただきまして、で私たち自身で実際しっかり試打した結果、7枚合板とも非常に相性がいいということが判明しました。でもちろん特殊素材のこちらのビスカリアとイセヒカーボン、こちらが2番手ぐらいにいいではないかなと思います。なのでこの特殊素材のラケットも太陽と相性がいいのは間違いないです。であと一つ注意点なんですが、まあ特殊素材でもカーボンでガチガチの硬いものは相性がいいとは言えないです。で、アリエートカーボンぐらいの硬さまでが相性がいいという結果になりました。なので、まあ特殊素材の中でも適度な硬さまででしたらすごい相性のいいということになります。で、全体的には弾みが良くて硬すぎないものが合いやすいように感じると思いました。で、ちょっと忘れがちになっている
こちらの5枚合板の2つ、コルベルとマリンエキストラオフェンシブなんですが、こちらは正直最初は期待していなかったんですが、使い込んでみると思ったよりも良かったです。で、太陽の安定感と回転をさらに引き出してくれて、相性は非常に良いと感じました。ですので、こちらの5枚合板もいいと思います。はい、まあ、以上、まあ、試打の結果なんですが、またラバー、ラケット選びの参考にしていただけたらと思います。ありがとうございました。